ばんは、こんにちは、お元気ですか。あ、元気です。今回は前回途切れてしまった立川インクさんの試し書きの続きをやりたいと思います。わーい。インク、ガラスペン、クリアって2行しか書いてない。ちょうどね、電話がねかかってきちゃってね、振った方がいいんだっけ。シャカシャカシャカ、パカン、かっこいい。なんてかっこいいな。今回はピンクです。じゃん、素敵。ガラスペンピンク、いい感じですね。いっぱい描けるよ。目の前にね、フィギュアを持ってきたのに、ね、それを見ながら、目がこうなのか、うん、黒くて髪の毛が なんて長い顔なんだ。ちょっとあのひげ、なんて長い。
じか。なんか眉毛失敗しました。シャカシャカ水で洗って時間が経つと固まるのかな。中に詰まんないようによく掃除しない。次はこのかじゃん。ガラスペン、なんか出てくるところを探さないといけない。グリーン、この子は太めなのよ。インクが出るところを探さないといけないね。この子はセリアの。くるくるくる。ガラスペン、あ、ボタッといきそうだな。危ない。どこに出るんだ。セリア、これも描きやすいね。急に出なくなる。黒いけど出てこない。固まっちゃうのかな。ガラスペンは終了だ。素敵。この子たちだね。この4つ、これから行こう。サジペン、サジペン、これは漫画の枠を引くのに使ってましたね。
ルスペンに比べると細いね。これもシャカシャカ洗って、次は G ペンで力加減で細くなったり太くなったり、これはよく人物の輪郭に使いますね。これはよく一番使いますね。 G ペン、力を入れる、ブラック、ブラック CK、 英語書くのもかっこいいね。楽しい。ネクタイって難しいね。口になってんだ、これは笑ってんのかな、出ない。洗って洗って書きやすいね、 G ペンは。これはね、あんまり使ったことない、スクールペンというやつ。スクールペン。えいえいえい、力を入れて。細く書いて、力を入れて、細く書いて、力を入れて。あ、これも書きやすいな。なんで使わなかったんだろう。
ワイルドだね。本当にこういう人が実在したのかね。三世ということは一世二世におじいちゃんがいるわけだよね。失敗したかも。にやっとる。いいじゃん、かっこいいじゃん。出るね。楽しい。ルパンって英語でどう書くんだ？ルパン？ルパンザサード、ルパン三世。初めて書いたわ、ルパン三世で。拭いて、これ使いやすいスクールペンで、一番小難しい丸ペンちゃん、丸ペン、すごくそーっと書かないと遅いんですよ、この子が。ギュ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 、この子はね、こういうシャ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 よくこんな線を描いたりしましたね。すごい細い線なの、この子は。で、先がね、ペン先ってなんかもう2つに割れてんだけど、どっちかが短くなっちゃったりしてね。そうすると新しいのを買わないといけない。お腹がぐじゅぐじゅ言う。
こいいじゃん。細い線が。楽しいね。おい、私を盗んで、私を盗んで、お城に連れてって、この手の中に中が中がうるうるうるなんでかな、葉がどんな形か忘れてしまったな。カサブランカダンディ、洗って洗って拭く、よく洗って、もう固まっちゃってんのね。ペンさん、この子もよく使うよ。ね、これひっくり返すといけないから蓋を押して。乾いたかな。乾いたら。色塗ってみたいよね。ルパン三世が、三は数字で世は漢字で、ジェットブラック。かわいいインク書きやすかったし、すごい真っ黒でいい感じ。過去に漫画で使ったのはパイロットの製図用の黒インクとか墨汁とか、あと忘れちゃった。
で、リーザインクも使ったかな。では、次回は耐水性ということなので色を塗ってみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。体に気をつけてお仕事頑張ってください。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。